生徒のみんなこんばんは、スクールブロック職員のちゃんこです。11月もおしまいということで、生徒のみんなもね、残りあと1ヶ月なんかやり残してることとかないかなと、まあ、期末テストとかね、そういうのもあるんでなかなか大変な時期かななんて思うんですけど、ちゃんこ先生はですね、前にも言いましたけど、船舶免許をね取りましたよね。でそれから免許が多分これの11月28日の時点で届いてると思うんですけど、一度も出航してないので1回ぐらい乗らないともう一生忘れるなと思っていて、ただもう激寒じゃないですか。マグロみたいになると思うんですよ僕。多分もう真冬に船は危ないのではってちょっと思っている次第です。なんで秋のこのギリギリ11月中に出航できたらいいんじゃないか、12月行ったらちょっともう春まで行きたくないなみたいなのもありますんで、皆さんもねちょっとやり残してることは今やった方がいいですよ。もう先週ちょうど締め切りの話もしましたけどね。はい、ということで今日も始めていきましょう。Attention everyone! ボカロラックス! だからルコの感情どう伝えよう。君に出会って変わった、いつもはすぐに思いつく街も自分で埋まっちゃうな、まるで熱が出たみたいだ。何気ない私の方こんなに求めてくれた、意識しないなんて無理じゃ、何してるかな、何か好きかな、全部知りたいのに。ライラー伝えたい想いがあるのに、私は反抗期のようだ、気持ちと態度は裏表、これが恋は辛いから、愛したり尊敬なくしてみたり、駆け引きまで難しいや、だから私は音楽で愛を奏でよう。めちゃくちゃ可愛い曲っすねこれね。鏡でリンが歌っている曲で、ドキメキフレージングというカカオ先生が作られた曲なんですけど、めっちゃくちゃ可愛いし、この裏で鳴ってるようなこのキラキラした音たちとこの歌詞の世界観と相まって本当に可愛いし、イラストもねすごい可愛いんですよ。楽器を持ったね少女がこう主人公みたいな感じの曲なんですけど、なんだろう、ラムネぐらいの清涼感ある曲だなって思いましたね。ちょっとそういうなんかなんだろう、あれかもしれ、ちょっとバシャム楓先生の曲聴きすぎたかもしれない。なんかそのさっぱりした感じの曲だなってすごいなんか思っちゃいましたね。そのスッキリというか、のなんだろう、ニコゴリみたいな感情じゃない曲というか。めちゃくちゃひどいこと言ってますから、この後謝りたいと思います。はい、ということでお送りしたのはカカオでときめきフレージングでした。さあ、このボカロロックさん、毎回ボカロ P をゲスト講師にお迎えしていきます。本日もこのボカロ P にお越しいただきました。はい、場所は向井です。よろしくお願いします。先ほどすいません、はい、ニコゴリみたいな曲を作っている。いや、僕はそっち側の人間なんで、そっちの曲なんか好きで、こんな甘酸っぱいなんていうの、青春みたいな、はい、キラキラ曲はあんまりそもそも聴かないんで、ちょっとなんかそこも新鮮だったし、すごい、まあ、そうですね、正直作れないですね。人生にこの部分がなさすぎて、バシャヤマ先生これ作ったら逆に心配になっちゃうかもしれない。どうしたんですかってなっちゃうんで、ニコゴリは本当に行っちゃったんじゃないか、うん、それもすらも超えてみたいな、なんか違う世界に行ってしまったんじゃないかみたいな、そうですね、そうかもしれない、心配感ありますけど、なんか残り1ヶ月やり残したことありますので、はい、1ヶ月やり残したことだらけですね。まず締め切りが多いので、まあ、まあそうですよね、はい、まあ、もちろんそれはそうですけど、まあ、プライベートというか仕事とは関係ない部分ではなんかやりたいこととか、やりたいことですか、ちょっとタイミング的にあれかもしれないですけど、まだ、うん、冬服を出せてないので、ああ、もうこれが11月28なんで、ね、激寒だと思うんで、激寒だと思うんで、それをやるのと、はい、まあ、ちょっと、最近その合成音声を何個か、はい、お迎えしたので、はい、新しいやつをね、はい、ちょっとそれを出していきたいなと思ってます。ちょっと楓先生のどんな曲が聴けるのか楽しみにしつつ、そうですね、ニコゴリ以外もちょっとやってみたいと思います。ちょっとそういうのもやっていただきたいなと思います。はい、お願いします、はい、さあ今週はボカロ掲示板に書き込んでくれた生徒と逆転していきたいと思います。もうつながっております。もしもーし、もしもーし、スクールオブロック職員のちゃんこです。わしはむかえでです。くもづけん15歳すずめしんあっとすこんぶです。スズネシンアットスコンブ、15歳学年は、高1です。高1か、はい、書き込みありがとう。スコンブってことはあれかな、 VTuber 好き、
あ、そうです。ね、あの吹雪先生だよね、白神吹雪先生。うん、はい、じゃあその時からこうスクールブロック聞いてくれてる感じなのかな。あ、そうです。おお、なるほど。そんな鈴音シーンアットスコンブ、ボカロ自体はこういつ頃から聞いてくれてたのかな。小4の時に。いや、小 4? はい、音楽探してて、うん、なんかたどり着いたのが千本桜で。うわ、すごい世界。小4ですって。早い英才教育の感じですよ ね。 そこからやっぱりボカロハマったんだ。じゃあ鈴音シーンは、はい、それ何が好きだったの、ボーカルのこうどういうとこ、いろんな曲あるじゃない、だって世の中には。あ、なんか MV の作り込みとか、うん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 、なんか歌詞の意味とか。お、結構刺さるものが何個かあったんだ。はい。ちなみにさ、なんか職員から聞いたんだけど、鈴音シーンは今イラストとかも描いてるんでしょ。あ、はい。これはじゃあいつかそういうなんかボカロ曲のこうサムネとかそういうイラストも描いてみたいなっていう気持ちがあったりするのかな。そうですね。ちなみにね、今ね手元にねそのイラストをもらってるんだけど、はい、かわいい、すごいかわいい。馬車馬先生も、馬車馬先生ね、馬車馬楓先生はあのイラストもご自分で描いて曲も作ってる方だから、すごい、はい、すごいかわいい、すごいかわいかったです。すごいかわいいですっていう気持ちを伝わってみました。ありがとうございます。結構じゃあ、うん、ボーカロイドとかも描くんだ、イラストは。あ、はい。これは何で描いてるの。パソコンで、液晶タブレットに書いてます。高一でもうそういう感じなのできてるのすごいですね。羨ましいです ね、 ね、最初は、ね、うん、やっぱり、ね、ノートからみたいな感じがありますけど、うんうん、今はじゃあやっぱアニメキャラクターとかボーカルとかそういうのをとりあえずいっぱい書いてるっていう練習してるって感じなのかな。あ、そうです。お、じゃあゆくゆくはなんか有名ボカロ P のこうイラストとか書いてみたいなみたいなのもあるんだ。はい、ちょっとそれは頑張ってほしいです ね、 ね、楽しみですね。ボカロピンみたいなことはちょっと難しいかなって思ってるの。ああ、そうです ね、 あ、じね、いつかはだって鈴音シン自身が曲も作ってイラストも描いてみたいなこともできなくはないじゃない。それに一応さ、はい、まあ、でもボカロピンなの難しいよな、ちょっとな、うん、まあ、とりあえずイラストの道をねちょっと目指して頑張ってほしいなとは思うんだけど、そんなちょっと鈴音シンのおすすめ楽曲聞いてもいいかな。デコニーナさんの、お、デコニーナ先生、ボルテッカーっていう曲です。お、ボルテッカー、あのミクが歌ってる曲だね。はい、うんうんうん、なんかこの曲のおすすめポイントとかあるかな。ポケモンの効果音とか、うん、戦闘曲とかの BGM を取り入れてて。あ、そうなんだ、この曲ね、はい、ちなみに馬車馬先生ポケモンは。ポケモン大好きですね。じゃあこの曲も。はい、もうめちゃくちゃ良かったです。おお、やっぱりそのポケモンやってる人はこの曲聴くとすごい楽しい気分になる感じだね。じゃあ、はい、この曲でなんか、あ、この曲を聴くとなんかイラストのイメージも湧いてくるっていう、あの、はい、職員情報で聞いてるけど、どういうなんかイメージが湧いてくるの、この曲聴くと。なんか仮想とか想像力とか、うん、アイディアとかなんか湧いてきたり。それこそボルテッカーだから雷が落ちてきたような感じになるってこと。あ、はい。あ、そうだったわ。当たってたわ今。ちょっと半分冗談で言ったら当たってたわ。ちなみにこの MV のなんかおすすめとかもあるの。なんかポケモンのボールとか、うん、あとピカチュウのなんか可愛い表情とか、うん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 、キャラクターの表情とか可愛くてなんか好き。まあ、やっぱりそのポケモンファンにはちょっとこう刺さるようなイラストが多いんだ、はい、そうです。ちなみにそう、鈴音シンのこう一番好きなポケモンのキャラというかポケモンなんかいる。チコリータとか、うん、あとかわいい、確かにラルトス、かわいい、ラルトス、かわいい、あー、サーナイトになる前の一進化目ね。はい、あ、ラルトス好きなんだ。キルリアじゃないんだね、そこね。ちゃんこ先生キルリア好きなんだけどサーナイトにならずに B ボタン止めたりしてましたよく。あ珍しい全然強くないんだけどね、そこね。ちなみに馬車馬楓先生の曲も聴いたりする。はい、何か好きな曲とかある。静電気バチンっていう曲。ありがとうございます。あれポケモンじゃないけどこれは静電気はポケモンっぽい用語だけどあるけどね。この曲どんなとこ好きなの。なんか日常で発生するなんか静電気の瞬間、うんうんうん、とかなんかが歌詞に埋め込まれてていいなと。ちょっとあの鈴音氏もしかして電気の曲好きなわけじゃないよね。ボルテッカも電気だけど、はい、全部電気の曲だけど今のところ
電気刺さるんだね。はい。なるほどね。でイラストも好きだったんだ。それで馬車山浩二先生の曲聴いて、はい、ありがとうございます。実際にこうみんな好きだってい う, こう思いを電話で聞いて、いや嬉しいですね。なんか実際にそのコメントとかでもあるんですけど、声で聞くと、ね、喜びが電話で全然違います。ありがとうございます。直接伝える機会もねなかなかないからね。うん、嬉しいです。じゃあちょっとそんなラジオネーム鈴音シンが好きな、ボルテッカーね、一緒に聞いてみようかね。はい。どう、鈴音シーン、改めてウォルテッカー今こっちで聞いたけど最高ですね、まずSE 関係もいいよね、ちょっと、はい、すごいありがとうございました。ポケモンのね、ポケモン好きにはすごい刺さる曲を紹介していただいたなって思いましたので、はい、ちょっとこれからもイラストの道へ頑張って、それこそポケモンとかもね描いてみたらいいんじゃない。はい、ね、頑張ってね。はい、ありがとうございます。いつか MV のイラスト担当してみてください、ボカロの、はい、頑張って。はい、じゃあね、ありがとうございました。バイ。はい、ということで高校1年生の鈴音真と電話をつなぎましたけど、いかがでした。いや、なんか元気もらいましたね、そのこのなんか好きなものを好きってこう、はい、やっぱ言ってくれてるし、そうですね、伝えられる。しかも静電気バチェンも好きだって言ってくれてましたしね。いや、電気の歌作ってよかったですね。このタイミングで刺さるとは。このタイミングでね、はい、ちなみに馬車山浩二先生、あのポケモン好きって言ってましたけど、何が一番好きなんですか。私あのネイティオっていうネイティオ好きなんだ。ネイティオめっちゃ好きですね。初めて会ったかもしれないです。エスパーではありますよね。エスパーですね。はい、まあまあ使ってる人もいますしね。なんかネイティオで飲んでですか、ネイティオ。いや、なんかあの表情がたまらないのと、まあやっぱ目死んでませんか、ネイティオって。目死んでるんですけど、そこが、はい、そこがいいのと、あとまあ普通にその色合いがちょっと何ですかね、エスニックな色合いで。はいはいはい、確かに確かに。あと何といってもやっぱ鳴き声ですよね。どんな感じでしたっけ。あのトゥートゥーっていう。確かにそんなだったかもしれない。まあ、たまらなくて、ああそうなんだ、手持ちに入れてました。面白いな、馬車山浩二先生。ネイティオ好きだって、今度ネイティオの絵描いてみてください。あ、待ってます。ということで、あっという間に3週目終わりです。来週は馬車山浩二先生のおすすめボカロソングを伺っていきたいと思います。はい、さあ、そしてここでボカロロックスからお知らせです。ボーカロイドコレクション2024冬が2月22日から25日の4日間開催されます。その1ヶ月後には歌ってみたコレクションも開催、ぜひご参加ください。続いて毎週配信中のこのボカロロックスはボカコレアプリでも聞くことができます。アプリストアでボカコレで検索してチェック。ボカコレアプリでは一般会員もバックグラウンド再生が可能です。移動中や作業 BGM に最適ですよ。さあ、本日のエンディングテーマは歌ってみたコレクションからのこさんが歌うプロトタイプという曲を聴いてもらっています。こちらはアイラ先生の楽曲ですね。すごい歌声がすごい、なんかちょっとハスキーでかっこいい曲、うん、歌声ですね、のこさんね。アイラ先生のこちらもね、歌コレ2023秋のトップ100部門でランクインしていた楽曲ということで、ぜひちょっとね、あの生徒のみんなもカラオケとかよく行ってボカロソング歌うよなんて方はね、ぜひ参加していただきたいなっていうのが歌コレなので、まあ、ちょっと馬車山浩二先生は参加することないと思いますけど、はい、歌いたくないので馬車山浩二先生の曲を歌う生徒がいてもいいと思うんで、ぜひね、それはちょっとそれは超絶ウェルカムね、そうですね、はい、歌ってほしいと思いますので、ぜひみんなも参加してみてください、はい、それではまた来週の火曜日にお会いしましょう。お相手はスクールオブロック職員のちゃんことゲストボーカロ P の馬車山楓でした。また来週、また来週。でももうそんな願いは叶わない。やけに風通しの部屋無職の部屋から飛ばしたい。
一つの紙飛行機が私が存在してもいい世界にたどり着くことができたら、もうさよならをしよう。やっとお金が鳴って空は沈んで呼吸が止まる。